平成の次の言語を当てたら100万円だ。ミリオネアになるぞ。秋みたいになったね。そうだけどもしかしたら当たるかもしれない。ロマンを求めてガチで100万円をかけてやっていくと。まず2個までしかアップできません。でも1個はしっかりしてるのみんな考えてもきてます。はい、2個目はいろんな意見を聞いた上でこれじゃねえかっていう。なるほど。マジで焦りくる。俺マジで100万円だわ。めっちゃ考えたから100万円も諦めてたら面白いこと言ってください。はい、早速やっていきましょう。じゃあもう僕いきますね。おー、正義が。あ、もう結果にした方がいい。あとこれメンバー分リスナーさんがプレゼントでくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょうどこういうの持ってなかったんでめちゃめちゃちょうどいい。本当に行きましょう。それでは僕から行かせていただきます。ブス、はい、僕の答えこちらって。なんだ後期。あ、後期。後来じゃない。後来後来でもいいし後期でもいい。この感じだったらもう俺の勝ちです。あ、でも後来はねないと思うんだ。なんでかっていうと昔まずね、なんで光かデータ分析したんですよ。そしたら昭和、まあ、和は多分平和の和だね。だからもう平和的に行きたいみたいな。はいはいはい、戦争とかあったからそうなったんでしょう。昭って照らすな、まあ明るい系じゃん。明るい未来に平和に行きたいんだろうなみたいな。あ、まあ結構シンプルな意見だ。で明治、明るく治める、明るいの求めてんのよ。ってことでもう残りの明るいなんだって輝くってのもあったんだけど、そんな感じ時代に入るわけね。そうだね。あ、光るで、これはもうより良い未来にしていこう。あ、来るじゃなくてこれ未来。何笑とんねんお前。何笑とんねん。まずさ、で高麗とかさ、どっちでもいいって言ってる段階でもうそんなんなるわけないでしょ。やめたーい。はい、2人目。じゃあ俺行く。自信ある。どうぞ。じゃじゃじゃん、安楽。はい、楽天やんな。焼肉やないか。俺これふざけて考えた答案に入ってる。安らぎと楽しい、これで行こうぜ。と次の年は安楽死しろよ。じゃあ、あの、金玉さん。金玉じゃないけどね。僕が考えてきた。金玉出すやつも。そう、出さって。金玉一緒に。すげえや。国民誰もいなくなるわ。はい、僕の考えたやつはこれ。じゃん。何や、何や。五徳。いや、もう、これはひどい。これはやばい。これは違うよ。理由を聞け。今年から一世一元の末がなくなるんじゃないかって言われてんだよ。何、一世一元って。天皇が生きてらっしゃる時だけその元号でいるっていう。あ、そうなの。そういうのがなくなるんじゃないかって言われてんの。これがいつ始まったかって言ったら明治時代だね。じゃあこれなくなるとしたらその江戸時代っぽいやつが来るんじゃないかなと思って。でまずこれ5、江戸っぽいでしょ、まずこれ。この考えやめろ。江戸っぽくない。江戸っぽい。江戸に謝る。でやっぱこれからの社会、やっぱ徳を積んだ人間が勝つんだぞ。やっぱり徳入りそう。そう、徳はある。徳はある。分かった分かった。高徳だ。高徳。100万円だ。高徳だ。次絶対高徳だ。バカ。はいはい、俺行く俺行く。バカ、俺バカって言うな。いきます。風神。なんか平成は台風と地震が多かったんだって。風は台風ですよ。これ地震の神ですよ。これを対策していこうの年。余計入れへんやろこんなもん。これを対策をしなきゃいけない。そう、でもそうなっておけないぞっていう意味で次風が入るんで。なるほど。君たちはね、未来を見てない。なるほど。未来見ましょう。私が出した答えこちらです。 AI。お前の未来さすがに愛、AI、AI、2個の意味があんねん。愛が入ることはない。絶対ない。あるんです。違うんです。もうこれからはあるんです。愛が入ってくるじゃないか。飲むな、飲むな。これがあるんです。でも A とかはあり得る。栄える。 A 徳だ。 A 徳だ。 A 徳だ。さあどうしよっかな、何しよっかな。ガチガチに考えてるから当たりでしょ、多分これ100万欲しいな。多分当たりよ。うわぁ、そう、出た。ちょ、真面目に考えてるの。真面目に考えてんの、俺は。僕らのセルフィー。え、押されたの。何押されたの。押されなかった。押された。押されなかった。押されない。うん、どっから下から。今、ラップ聞こえたけどね、俺今テレビで。この企画でも集まってくんのか。待て待て待て、まあ幽霊も言語気になっちゃうのか。みんなみんなだと思うかな。え、今のやばい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 。ドン、なんかドン、ミヤリ系の音。ドドドンドン。今のやばすぎ。え、紛れてなんかやばい音してる。出すか。今めっちゃ帽子入れたよ。揺れたね。めっちゃ揺れた。
ほら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 、いやあれはね、エアコンレベル、うん、え、待って、お前何、うるさいんだけど、変な声出したでしょ、うん、レベル、うん、え、待って、お前何、うるさいんだけど、あれに関してはだって今日あれ、あ、そっか、移動してないから風量弱いんだよ。え、てかまずずっと同じところで風やってるからおかしいんだよ、まずその動きが変わる時に、さっきやばかったね、やばかったよね、だから落ちそうなぐらいこんななってて、え、てか今めっちゃ揺れてる、ちょ、やばすぎ、え、やばい、今のや、え、やっ、ちょ、待って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 、消せ消せ、わやばいやばい、やっちゃった、マジでやばい、今マジでやばい、ちょ、待って、今テレビが全部光って、今全部光った今。ちょっと怖すぎちゃう。マジでやばい。ここ行っていい。今のはやばい。マジで。超ビマジで。今のはやばい。今のやばい。マジでやばい。マジでやばい。もうやっぱ怒ってから抜けてからあんまやなんないから出遅れるとやっぱ収めるまで時間がかかるよ。お前怒らしたんだよ。マジでやばい。鳥肌止まらない。俺が電気パパとかやるからだよ。やお前やったんだよ多分。めっちゃ怖い。大丈夫かこれ。いや今の初めてでしょ、あんなの声しない、俺聞こえなかった、うーみたいな、マジでこの辺から何かしら声が入ってれば、声今のやばいって、今の収めれる、おい歩いておる、えとか、え止まんないね、全然、ほらまた揺れ出してる、揺れ出してる、待って、おかしいよ、無理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 、待って、これ一定だよ、これエアコン、ほら、止まっ、待って、これ一定だよ、これエアコン、ほら、止まっ、止まっ、止まっ、あるとか、抜けると、今映ってるから、俺ぼーっとこうしてたけど、ほら、めっちゃ揺れて、今超揺れてる、ほんとだ、だってあれで揺れてんだったら、あの袋も揺れるはずだし、うん、確かに確かにね、ほら、止まってる時間があるのがおかしいもん、うん、止まってる時間があるなら揺れるのおかしい、え、動いてるよ、え、マジでやばい、ちょ、俺もうテレビ、今のテレビが一番やばかったわ、ね、今のやばかった、でかすぎだよ、あれ捉えてほしかったな、ちょっとじゃあせっ、捉えてほしかったな、ちょっとじゃあせっ、進まないので考えていきましょう、はい、いきましょう、あーもう怖い、はい、考えるよ、もう渡ったわ俺これ多分、革命的すぎるこれは、ちょっと待って、漢字が、あ、A ってどう書くんだっけ、ちょっと待って、漢字わかんねえな、じゃあ僕行きます、はいはいはい、ちょっと待って、 A ってどう書く、めちゃめちゃバカや、完全にわかった、俺しかわからないと思うんだけど、マジ、うん、これはもう俺の著作権に入るから、ちょっと著作物だからもう侵害許しません、お見せしめよう、こちら、同じやん、A 得だよ、 A 得だよ、マジ、うん、あるね、じゃあ、キョエさん、はい、俺もうガチガチだよ、これ聞いた上でね、じゃじゃん、 A 交互、もうやめませんか、二文字っていう概念は、概念をすっ飛ばしてね、そうだな、完全に中国人だよ、A 交互、 A キャンゲン、向こうの呼び方では、そうだね、はい、ということで、こちら以上が終わった、私たちの、はい、やらせて、なんでバカたちに答えさせんねん、バカなんだもん、だってあ、でも、まあバカの縁を使ってますから、まあ確かにね、そうそう、結構いい、意外といいんだというか、じゃあ、たつきさん、はい、光栄、回答が全部小学生、低学年までのやつ、まあ僕はもうね、すべてを吸収した、お、いけ、やっぱりそういう考えもいい、うん、だから3文字でいこう、もう続けましょう、お、ということで、次の言語、英語に決定、なんで俺らが決めてんの、でもこれ当たっちゃうかもしれないよ、いや、マジで当たると思うわ、これに関しては、いや、これ AI 結構ない、面白い回答だったよ、まあ、A が良かったよね、うん、そう、皆さんは何だと思いますか、はい、当たった方には、もれなくグッドボタン、グッドボタン、当たってなくてもグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、平成の次の言語を当てろでお会いしましょう。なかなか合わないね、そしたらね。ベイビー。ベイビー。エアコン、レベル。え、待って、止まった。ちょっとじゃあ、こちら以上が、おた。ひたすら夢へと走り続ける。ただがむしゃらに突き進む。もう、一度きりの人生を楽しもう。